有田さん元気そうでよかったわ。治った？さっき声飛び飛びだった。ああ、そうだったんだ。悪い悪い。はい、小田井さんいらっしゃい。ただいまでーす。はい、和田つー。はい、和田つー。みんないらっしゃい。まったり雑談やりましょう。はい、和田つー。なんかさ、でも、これだけさ、生き方が多様化されてきてるわけですよ。もう、本当に、インターネットのすごいところってさ、情報がいろんな価値観とかに触れられることができたわけじゃん。昔とかさ、テレビとかさ、新聞とかさ、メディアとかでバーって一気に洗脳できたわけよ。なんか哲学っぽいことを語ろうかなーなんて思ってて。なんでかっていうと、昔はアウトプットすることが権力だったの。情報をアウトプットできることが権力っていうか。血圧計算は一つ。だけど、インターネットのすごいところって、一般市民が情報を発信することができるようになった。ここがすごいところだと思ってて、逆にその現代人は生き方難しくなってるなと思うのは、こう、なんつうの、昔はさ、なんかステレオタイプの幸せみたいなものをさ、国が作って、それをこうばらまけばよかったんだけど、なかなかそうじゃなくなってきた。もう嘘がバレやすくなってきたっていうのかな。だから、現代人はリテラシーみたいなものが必要だと思うよ。どの情報が正しいのかみたいなのを見極める力みたいな。逆にそれができれば幸せに誰でもなれるっていうか。そういう時代が来てると俺は思ってる。非常に面白い時代。本当だよね。いい時代だと思うよ。治った？ありがとう。真実の情報がやっと網羅してきた。いや、俺はね、そうは思ってなくて、やっぱりね、ゴミみたいな情報も腐るほどあると思ってるのが、俺は実情かなと思ってるね。っていうのも、インターネットに真実があるんじゃない？あるとは思ってないの。インターネットっていうのは情報量がすごい数増えただけであって、やっぱ便所の落書きが基本だと思ってるんだよ。で、その中に、やっぱ、1万人に1人とか、そういう確率ですごい人がいるっていう。偽情報の数も多くなってきてるけど、情報を選択できることに、が、パイが大きくなったっていうのかな。それがすごいことだと思ってて。すごい金持ちがいたい、ルンペンがいたい、ジブリの周り、え？ジブリの周り？ジブリの周りがいないので、ちょっと考えてしまいます。だからさ、本当はさ、生活保護の人とか、ホームレスって昔からいたんだけど、隠されてた存在じゃん。なかったことにしてたっていうかさ、わかる。だけどさ、ネットがさ、それをさ、いやいや、いるんだぜっていう、生きてるんだぜって、これが日本の現実だぜって言ってさ、なんつうの、こう、見せることができるようになっちゃったわけだ。情報発信ができるようになったから。だから、嘘は通用しなくなってきたって感じかな。いろんなゴミみたいな情報もいっぱいあるんだけど、嘘がまかり通りづらくなったのはいいことだなと思ってるかな。現代社会で俺は。明らかにこれは間違ってるだろうっていう情報がさ、バレやすくなったっていうか。だからその情報の選び方の上手い人が勝つ時代だと思うよ。今の時代っていうのは。どっから情報を引っ張ってくるのかっていう、情報源をどこに情報源を持ってるのかみたパソコンのデスクトップでかい。いや、でかくないですよ。これは、モニターがでかいだけで、モニターが超でかいモニターで、これがメインのパソコンで、こっちとつなげてんですよ。30何インチだっけ？ 40 インチぐらいあるね。超見やすい。画面はでかければでかいほどいいよ。こんだけでかいモニターが3万円とかで手に入るんだから、すごい時代ですよ。テレビなんか買うのもったいないよ。モニターでかいとさ、2ウィンドウとか3ウィンドウとかやりやすいから、モニターもう1個欲しいね。これくらい、同じ規格の同じ大きさのやつ。
Mac 使いだったんですけど、僕は今、レッツですね。Mac は。Mac じゃないです、今は。昔は Mac 使いだったんだけど、今はレッツノート。パソコン、配信をするんだったらレッツノートが一番いいんですよ。充電とかの関係で。和道さんのみんなの偉大な暇つぶしになりたいという発言が本質をついてる。あ、偉大なとは言ってないです。みんなの暇つぶしを一番うまい男になりたいっていうのが僕の夢で、所詮僕は配信者の役割っていうのは暇つぶしでしかないっていうのが僕の考え方なんですよ。だから、いかにみんなの暇つぶし、で、暇つぶしって俺甘く見てなくて、暇つぶしって難しいんですよ。いや、楽しいことだから、例えばテレビとかにも勝たないといけないし、で、プロと勝負しないといけないわけだから。DMM なら 4K で40インチも6万以下ある。ほう、すごいね。だからまあ、僕の役割は暇つぶしだと思ってますね。みんなの暇つぶし。なんかここに出てるの何なんだろう。でもなんかこう、なんて言えばいいのかな。配信が何なのかっていうのはだいぶ分かってきたよ。昔と比べて。配信の本質っていうか、テレビと違うっていうのがだんだん分かってきた。それはまあ、こんだけ長くやってれば分かってくるもんだと思うんだけど、配信ってこういうものなんだっていうのは、本質に近づいてきてる気がするね。はい、ワドツー、シャンマヨいらっしゃい。俺がいる世界ってこういうもんなんだ、みたいな。でも配信者の立ち位置って言ったらいいのかな。何を求められてんのかっていうか。だからテレビのタレントとかとは違うんだな、みたいな。何か得るものがありそうな期待感を持ってきてる。あのね、それは人生全般におけることなんだけど、あのね、俺は、これすごく大事なことだから、はっきり言いたいんだけど、自ら取りに行かない情報っていうのは、要は与えられた情報っていうのは役に立たない。でも、自らこれが必要だ、これをやるためにこういうことを知りたいって言って、質問をしたりとか、なんつうんだろう、電話をかけたりとか、コメントで質問をしたりとか、自分が取りに行った情報ってすごく価値が高いのね。だから、その受け手に回ったらアウトだと思ってるね。俺はそこを情報を自分で取りに行くときに気をつけてるところだね。うん。だからもうインターネットそのものを当てにしてないっていうのかな。もうほとんど嘘ばっかりだと思ってる。真実はないと思ってる。っていうよりもね、インターネットの上位に表示される情報ってどういうものかっていうと、今の日本人がそう思い込んでる情報って言えばいいのかな。テレビ全然いらない情報だよね。俺はテレビやめて別に何の影響もないですね。暇つぶしに依存させてしまってテレビのように時間泥棒になってしまう危惧はありますね。俺はだからよく言ってるのが、みんなのやりたいことは何なのって言って。夢とか希望とかないのって言って。で、例えば、そのレクチによく言うのが、お前、俺の放送見ながらでいいから、別に見るなとは言わなくて、言ってないの。見ながらギター弾いてるみたいなことはよく言うよね。お前はプロリスナーに、和道のプロリスナーになりたいんだったら、ね、和道のリスナーとしてプロになるんだったら、ひたすら見ないとダメだけど、勉強する人は勉強する、ラジオ代わりに聞く、主婦の人は家事をやりながら聞くとかさ、いや、ながらをしないとダメだよっていう。自分のやることがないっていうのは意味がないことだから、そこ気をつけた方がいいよみたいなことは、よく言うね。それは全部のリスナーさんに対して思うね。うん、こんな配信見てたって人生変わんねえんだから、うん、俺の人生が変わるだけでみんなの人生は変わらない基本的に、うん、だからその手伝いみたいなものはしたいと思ってるけど、和道専門家は大丈夫ってどういうこと？
例えば、もう俺のリスナーのプロになるっていうのは、俺でブログを立ち上げて、俺のことにブログでああだこうだ書いて、アフィリエイト収入得てるとか、俺の動画のミラーを作って、そのアフィで儲けてるとかだったら、貼り付かないとダメだと思うけど、編集したりとか。うん。だからその目的のない行動っていうのは、俺は意味がないと思ってるから。ゴールを見つけないとダメだと思ってる。今日ダメだな。頭の回転回ってねえな。ペラが回んないね。ふわっち上位の閲覧数やツイッターのフォローは操作できると聞いたんですが、和道さんの見解を教えてください。いやー、僕はわからないですね。ふわっち上位の閲覧数、要はツール使って閲覧を増やすこともできるっていうのも聞いたことがあるし、そのツイッターのフォロワー数っていうのは変えるんですよ。実際3万フォロワーで、どういうアカウントで1万5000円とか販売されてるんですよ。だからそういうことはできるだろうけど、俺はそこに本質はないと思ってるから、フォローバックもやらないし、純粋にリスナーさんの数が測れるようなやり方を俺は採用してる。うん。和道さん見て考え方とか視野が少し変わった気がします。ほう。数が増えることよりも重要なのは質が大事だっていうことは俺よくわかってるから。だから今数に振り回されてないかな。大手の人はなんで語りたがるの？語るのが仕事だからな。大手の人って、俺は自分で大手だと思わないけど、配信ってそもそもみんなに情報を届けるのが仕事だから、簡単に言うと喋るのが仕事なんだよ。語るのが仕事なんだよ。だからそこを否定されると困るっていうか、無理やり無理やり喋ってるわけでしょ。テレビの人とかがさ、タレントとかは全く喋んなかったら番組成立しないでしょ。それは俺の役割ね。うん。中身で勝負。できればそういう風にしたいと思ってますね。うん。語りで食ってってんだよ、俺。うん。新しいフォロワーさん紹介します。畑敏夫さん、カンナさん、ゆりさん、もじゃげ男さん、カウパー大佐さん、フォローありがとう。和道の腕見て俺ももっと鍛えようと思った。いや、でも生まれて初めて鍛えてるに近いかな。うん、ここまで継続してやってんの。やっぱ鍛えたら変わりますね。腕太くなったってよく言われるし、最近銭湯行くと、ああ太くなったなって思いますね。スクワットの時の太もももそうだったけど、体は、筋トレの面白いところは、やったらやった分だけ成果が出るっていう。で、普通3ヶ月ぐらいで結果が見えるようになるって言われてるけど、1ヶ月でまあここまで結果出たんで、継続していったらものすごいいい体になると思う。1ヶ月しかやってないよ、ダンベル。花火が上がったら6発ダンベルやるっていうのしかやってないのよ。それとまあ最近企画が始まって、やってたけど、多分1ヶ月前の YouTube の動画とか見てもらったら、腕細い細いなはずなんだよ。うん、だいぶ太くなったよね。こんなに変わるとは自分でも思ってなかったですね。プロテイン飲んでないですね。本当に飯食ってるだけ。うん、だからよくね、俺も結構筋トレの動画とか見るようになったんだけど、よく言われてるのが、なんかね、筋トレのフォームがどうとか、プロテインがどうこう言ってるやついるけど、結局トレーニングしてないから筋肉できないんだよって言ってた人を俺は採用してて、そういうのは3年とか4年とか続けてる人が研究するもんであって、そもそも筋トレしないやつは筋力つかないから意味ねえよって言ってる YouTuber がいて、筋肉系の YouTuber で、あ、確かになと思った。うん、やることやってから成果、まずは数でしょみたいな。行動しないと何も変わんねえよみたいな。まあ一理あるなと思って。なんか今の現代人って最初から100点取ることに重きを置きすぎ、ま、なんか失敗する美学みたいなものがなくなってると思ってて、なんか恥をかくのが恥ずかしいっていうか、99点とか80点とか、
まあダメでしょみたいな。なんかみんながみんな100点を取りたがってるような気がして、俺は嫌いだね、なんか。うん。なんか、しかも頭でっかちでさ、行動もしないでさ、例えば、なんつうの、ボクシングのトレーニングやってると、いろんなリスナーが、ジャブは脇締めろとか、ああだこうだ、すごいコメントがあるんだけど、じゃあ実際お前、格闘技やったことあんのかっつったらないわけですよ。で、ジャブ打ったことあんのか、3分間本気でパンチ打ったことあるのかって言ったらないわけですよ。みんな、あくまで観客側なのね。観客で、マイク・タイソンとか見てたりとか、ボクシング好きで、ああでもない、こうでもないって言ってるわけ。でも、本当に格闘技やってる人とかのコメントってわかるのよ。その、あ、今の、これはこう対策してるから、もっとこうした方がいいよとか、的確なのよ。もう、ステレオタイプな、その、なんつうの、漫画に書いてある情報とかじゃないのね。だから、そういうコメントとかは見ると、なんか、ウケるっていうか、うん、なんか、人の人生にコミットしてるなって思うよね。失敗を恐れてる人間多すぎな。こんばんは。そうだね。ちいさんと同意見かな。食べまくってるのに全然食べてないのに太っちゃうんですよ。ん？食べまくってるのに全然食べてないのに太っちゃうんですよっていう女の子います。そう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 。だから、食わなきゃ痩せるわけですよ。うん。食ってるから太るわけですよ。で、俺は太ることが別に悪いことだと思ってないって感じかな。うん。はやてさんいらっしゃい。いいね。シャア専用。なんだこれは。なんて言うんだっけ。グフじゃなくて。なんだっけ、かっこいいよね、これ。なんだっけ、こいつ。これ好き、この機体。なんだっけ、これ。ゲルググじゃなくて。かっこいいよね。はい、ワード2、リオンいらっしゃい。言い訳を打つっていうか、なんか、まあいいんだけど、別に俺はそういう立ち位置っていうかさ、人にどうこう言われるのが仕事みたいなもんだから。でも、正直、そういう人間は蔑んで見てるっていうか、ズゴックだ、ズゴック、ありがとう。なんかくだらねえ生き方してんなとは思うね。うん、まあ、そのくだらない生き方をしてる人の人で飯食ってるわけだから、なんとも言えない部分だけど。はい、正義の味方いらっしゃい。わざつ。痩せないと美人じゃないってテレビの洗脳。知らない。なんだろうね。日本人は痩せてないとダメだっていう、なんか、信仰宗教でもやってるんじゃないかな。関取みたいに太ってる女の子はストレスで太っちゃうんだって言ってきたけど、彼女が食べ過ぎなのを知ってる。うん。だから別に俺太ってても美人な人っていると思ってるから。うん。太っててもかっこいい人いっぱい知ってるし。むしろ、その自己否定をしてるわけじゃん。太ってる自分に対して私はこんなはずじゃないっていう発言がダサいと思ってるから。私は太るために生きてるんだぐらいの方がかっこいいと思うけどね。太ってる女性魅力的でしょうぐらいの。この体維持するの大変なのって言ってる女性がいたら俺は爆笑するけどね。おいデブって。うん。アジア人が痩せてても貧相に見えちゃう。ごく稀？何が？自分でブスって思ってるやつはブスだよ。なんか俺女の人ってブス、まあ、顔立ちでブスとか美人とかあると思うんだけど、一番大事なのって笑顔だと思ってて。大体ね、モテない女の人って笑顔、笑わないんですよね。で、ちょっとブサイクでもね、やっぱ笑顔が素敵な人ってモテる気がする。うん。ワドはなんか経営者やりながら配信が向いてる気がする。どうだろうね。会社経営とかもやると思うけど、今はとりあえずやる気はないかな。うん。女からしたらやっぱり細くて綺麗な人憧れる。でも、俺はぽっちゃりしてる人の方が好きだけどね。健康的な人が好きですね。なんかやっぱステレオタイプなものはあんま好きじゃないですか。女愛嬌って言うよね。配信あるある、配信者に手を振ってっていう。言うか？わかんないけど。笑顔を保とうとすると心が豊かでないと。バカプレゼントありがとう、ミニッツ。自称ぽっちゃりはデブ。健康美以外のもの必要ない。俺でもね、本当に、俺、なんか自分で言うのもなんだけど、本当になんか見た目とかあんまり気にしない方で付き合う人。その内面、本当内面見るね。本当にね、ぶっちゃけた話、ブスでも何でもいいと思ってる。ホーリー少年いらっしゃい。内面を磨く方が難しいんですよ。
美しさより健康か不健康さが重要だと思う。心身ともに。俺はもうほんと心見るかな。心をね、強く保つのって難しいんだよね。そう。で、外見なんてさ、ババアになったらさ、もう変わんねえんだから。ほんとに。ジジイババアになったらさ、外見なんて言ってねえのよ。うん。60過ぎて俺の方が強えとかやってないでしょ。俺の方が力あんだよとかやんないでしょ。60過ぎて。おい、殴り合おうぜとかないじゃん。そう。男性はだいたい若くて綺麗な人が好きですよ。僕は全然そんなことないですね。僕は年上好きで、年下と付き合ったの一人だけしかないですし、全員年上ですし、はい。自分は言葉遣い一番見る。お前とか言う人は NG。まあ、女の人でお前はないよね。ハッチバガーありがとう。いつもありがとう、ハッチ。うん、なんつんだろうな。今彼女後ろで歯磨いてますよ。はい。まあでも美人なんですよ。まあ美人なんですよ。言ってることとやってることが違うじゃないかって。でもまあ僕は彼女の内面に惚れてるんで。うん、バカありがとう。女の人でタバコ吸うのはあり。昔はダメだったんだけど、飲んだヘビースモーカーだね。昔はダメでしたね。でもね、それはね、なんか処女がいいって言ってんのと一緒だよ。うん。要は俺が童貞だったってことでしょ。いや、イケメンじゃないだろ。うん、どこがイケメンなんだよ。俺は全然今タバコ吸っててもいいっすね。っていうかね、あの他人にコミットしなくなったね。他人の生き方に本当に興味がなくなった。うん。俺は基本的に彼女であれ家族であれ全員他人だと思ってるから、自分以外は他人なの。で、他人の人生は変えられないっていうのをもう徹底的に自分に教え込んでるから、他人の人生にとやかく言うつもりはない。ただ、ワドを力貸してとか、好きな人にね、ワドをこれ一緒にやろうよって言われたら仲間だと思うから、そこにはコミットするけれども、なんか一緒にこれやりたいって言われたら頑張るけど、それ以外全く興味ない。全員他人。イケメン。いや、全然イケメンじゃないですよ、本当に。うん、俺、告白されたことないんですよ、女性から。生まれて一回も。はい、ワード2、ポワコさんいらっしゃい。初対面だけど話しかけんなオーラ出てそう。いやー、そんなことないですよ。結構僕気さくな方だと思いますよ。昔の10代ぐらいの主を写真でよかったら見せますけど、見ます？写真でよければありますよ。見てみますか。10代の頃でよければ。見たい人手挙げで、じゃあ。見たい。ちょっと待ってね。これが26の時かな。26か7で六本木ヒルズで表彰された時ですね。はい。これが26か27で、個人事業主とか会社経営とかやってた頃です。これ六本木ヒルズの最上階ですね。うん。はい。
これを見せるとね、みんなからザ・ナリキンって言われるんだよ。与沢翼かお前はって言われる。はい。でですね、あとどうだろう、17歳の時の顔がこれですね、はい、17歳の時は、北斗の拳の残党をやってました。今と変わんないでしょ、全然変わんないでしょ。これ17か18だね、うん、ネットワークビジネスの表彰ですねこれは、うん、この時のあだ名は北斗の拳の残党ですね。ここは通さねえぜって言ってたね。キャッハーケンシロワーつってすごく怖い。あ、バンドマンでしたね僕は、はい、人生ジェットコースターズ、動物は消毒だこの髪型は僕はそうですね、モヒカン好きですからね、パンクスですから、うん、モヒカンやりたいですよ。あ、そうだ、ノンタンジーパン洗ってくれた、ノンタンジーパン洗ってくれた、うん、洗った洗ってくれた。あ、じゃあさ、あの裁縫やるからさ、アイロンでちょっとあの歯磨き終わったら押してて、うん、モヒカンかっこいいでしょ、うん、あの頃が一番ねイケイケだったよ、うん、前髪が顎まで届いたからね、パーってこの辺まであった高さ、裁縫しますね。はい。お金ないんで。ジーパン買えないんで。ワッペン買ってきたんですよ。ランシドのね、ワッペン。アンダーウッドカムジウルブスのワッペンを買ってきました。これをね、ポケットに縫い付けようと思います。ポケットに2つ。と、あとね、これですね。狂った、これ狂うっていう字だよね。狂った志。いいでしょ、うん、はい、やつ狂った志っていう。え、黒いやつ、黒いやつを縫ってるやつあるじゃん、うん、そこにアイロンでこれを貼り付けてほしいんだ、まず。あ、電気つけていいよ、うん、まあね、つい先日まで僕生活保護者だったんで、これ洗ってくれた、うん、サンキュー。え、ここ縫っちゃったの、うん、あ、まあいっか、そこまでやっちゃったの、自分でやるよ、どうしよっかな、うん、ここかな、ここいい、ど真ん中にここにこれをアイロンで縫ってほしいんだ、当て布して、でくっつけてもらえる、これあのここの幅とここのあれ合わせてど真ん中にしてもらいたいんで、できる、うん、これやって、うん、そう、狂った志、いいでしょ、アパートだよここ、うん、ラムさんこんばんは、楽しんでて、まあでも貧乏生活楽しんでますよ僕は。狭いよ、超狭いよ、ほら狭いでしょ、広く見せてるだけで後ろセミダブルのベッドにすぐトイレですよ、
超狭いから。ガチッチ俺の家来たことあるけど超狭いよね俺の家。やばいよね、だってここしか映ってないわけだから。だから服かける場所もないからさ、こうやってさ、上ハンガー突っかけ棒に、家こうやって突っかけ棒に服バーって並べてんだよ。綺麗に見せてるだけよ。セットを組んでる感じ。上に突っかけ棒をやって、こうバーって服、洗濯物干してあるみたいな。狭いでしょ。綺麗に見せてるだけよ。まあ、テクニックだね、配信の。彼女、ここは6万だけど、だいたい西新宿5丁目 1K とかで検索したら11万12万って出るはず。初見さんいらっしゃい。ドラドラさんよろしく。面白かったらフォローしていってください。東京家賃すごいよね。旅はね、4月の1日から行こうとは思ってるね。もう3月末には会社は一応区切りはつけるってことで挨拶はしてるから、ちょっとわかんないんだけどね、どうなるか。まあ4月中には旅に出ると思ってください。すごいよね、東京の家賃はね、狂ってますよ。まあ東京便利だからな。新しいフォロワーさん紹介します。ドラドラさんフォローありがとう。初見さんいらっしゃい。ゆりさん楽しんでて、面白かったらフォローしてってください。バレーニョさんいらっしゃい。こんばんは。つっかけもうちもしてるけど、昨日の頭に落ちてきて軽いトラウマ。結構ね、強いやつ使ってるんで、3000円ぐらいに高いやつ使ってるんで落ちてこないと思います。いやー、どうだろうね。東京に住みたいっていうのは、なんかあれだよ、学生とかだよ、10代の田舎もんだけだよ。俺は全然この街に憧れはない。住みづらいよ。新しいフォロワーさん、バレーニオさんフォローありがとう。俺は田舎育ちだからさ、田舎の方が好きだね。旅配信でどれくらいの期間？考えてないね。全く考えてなくて、日本中回る、全都道府県回るっていうのが、なんて言うんだろう。俺はなんかこう、知ったかぶるのが嫌いなんですよ。もう知ったかぶってるやつも嫌いだし、知ったかぶりたくないっていうか、自分の体験を語っていきたいのね。うん、どっかのネットで拾ってきた情報を付加すんじゃなくて、俺はこういう生き方をしてきて、こういう世界を見てきたよっていうのを伝えるのが配信者の役割だと思ってるの。それがリアリティだと思ってるの。で、地球に住んでる感覚がないじゃん。 Google マップでどこでも見れるんだよ。知ったかぶることはできるんだけど、あの旅行とか行ったりとか、自分で歩いた場所とか見たものっていうのはさ、自分のものだっていう感覚ってあるじゃん。思いの深さっていうのが。だから俺は地球を庭にしたいのね。俺は地球に住んでるんだっていう、地球人なんだっていう自覚を持つために、俺は地球がどこでも住めるんだぜっていう感覚を作るために世界中を旅するって決めたの。
各県に何か足跡残すんですか？いや、だからまあ今言った通りですね。懐かしいな、名古屋セーラー服。車、いや、別に移動手段は考えてないですね。すずさんいらっしゃい。なんかコメント消えるね。すずさんコメント消しちゃい、今。なんだろう、不具合かな。35歳から人生やり直すことはできると思いますか？僕はですね、年齢は関係ないと思ってますね。人は本気になったらいつでも変われるっていうのが僕の考え方です。うん、楽しみだね。はい、ワドツー。サキホさんいらっしゃい。旗を立てるとかやんないけど。これ、あ、ありがとう。おー、できた？やっぱこれ糊だった。ありがとう、できた。今からこれ縫い付けます。いいね。ちょうどうまく貼れたね。うん、のんたん、黒いさ、糸とさ、あれちょうだい。ああ、かっこいい、かっこいい。いいね。乱視のワッペン貼りました。うん、こんばんは。いや、今、こんばんはって言ったけど、文字が消えちゃったから、何なんだろうと思って。恥ずかしくて消してるんだ。何が恥ずかしいの？各県でオフ会って、いや、全然リアツツしてもらって、グッズも売りますし、別にしばらく旅ついてくわでもいいし、飯うまいところ紹介するぜとか、もう全然、ルールなんかないよ。なんかルールに縛られすぎだよ、最近のやつは。旅行じゃねえんだから。新しいフォロワーさん、和也さんフォローありがとう。あ、糸ありがとう。これは何、そのまま縫い付けられんの？うん。で、あと糸と、あと何必要だこれ。シャドウとかトレーニング、シャドウとかの何のトレーニングにもならないと思いますが、どうですか？どうなんだろうね。体を動かすことは大事だと思うけど。ありがとう。よし。で、どうやってやんだ。ハサミある。あの、糸切りバスも。ありがとう。都合悪いとすぐブロックする配信者ですか？僕はですね、別に見る人は選んでいいと思ってるんで、別に僕のこと見たくないとか妨害する人は即ブロックです。あー、自分の書いたことが残る。え、でも生きるっていうことはそういうことだと思うよ、俺。うん、責任を持って発言することは大事なことだと思うけど。自分の痕跡を消して生きるなんて不可能だと思うけど。グダグダになる予感しません？うん、そう思うんなら試合会場を見に来なきゃいいだけだと思ってるし、配信を見に来なきゃいいだけだと思ってるんで、うん、別に見てくれってお願いしてるわけじゃないんで、僕は自分が面白いと思ってることをやりたいだけです。それ以上もそれ以下もありません。で、それをつまらないとかどうこうっていうのはその人たちの生き方なんで、その人たちの生き方に別に干渉する予定はないです。まあ好きに思ってください。 RPG みたいに旅続けてるうちにパーティー増えてったり、ああ、まあそういうのが楽しいよね。ロールプレイングってもともと人生のことだからね。丸メガネすごい見合う。 ありがとう、サンキュー。別にそれを楽しみにしてる人がいるわけだからさ、その人たちに期待に応えようとしてるだけであって、つまらないって言うんだったら見なきゃいいって思うかな、俺は。そう思わない。別に強制してるわけじゃないから。見る見ないの話ではなく、グダグダにならないように何かするのかなと思って。グダグダにならないようにってどういうこと？そもそも勝つか負けるかの試合なんですよ。あの、グダグダになるかどうかを考えるのはプロモーターの仕事だと思うんですね。で、僕は当日配信回さないんですよ。だからそれは便所太郎さんに聞いてください。僕に言われても困ります。僕選手なんで。
だったらあなたが面白くなるようなイベントを作ればいいんじゃないですか。どうでしょう。なんか人から与えられたものに対してさ、グダグダ言うやつは別に金払わなきゃいいわけだし、見なきゃいいわけだし、関わらなきゃいいだけじゃん。そう、自分で作ってみなよ、文句あるんなら。俺は口先だけのやつじゃなくて行動してる人間が好きだな。格闘技イベント出るよ、見る可能性があるから言ってるわけで。うん、いや別に見なくていいよ、俺は応援してくれる人だけ大事にしたいから。うん、応援する気ない人を別にどうこう思わないから、見なくていいよ君は。めんどくさい。アド応援するなんて、いやだから応援する気がないなら見るなっつってんの分かってねえな。うん、バカお前。うん、めんどくさいから他行って。うん、頭悪いなこいつ。ぐだぐだ言う前に面白くなる。そう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 、人のことを否定するのとかって幼稚園生でもできるんだよ。そう、そうじゃなくて建設的な提案を、そう、大会案がないのに意見言うやつっていうのは役に立たないと思ってて、そういうのを積極的無責任っていうのね。無責任なことに積極的なやつ俺大嫌いなんだ。会社でもいるでしょそういう人間。なんか偉そうに頭よさぶってさ、否定ばっかりしてるけど何にも生み出せないやつっているじゃん。そうそうそう、まずコンセプトが違うんだよ。でそれより面白いことできるんだったら自分でイベントすればって話だから。でこういうやつに限って金も出さなければ応援もしないさ、文句ばっかり言ってるから。そう、こういう人間と付き合っても何の生産性もないから嫌なんだよね。そうそう、俺は戦うだけ。論点ずらすな。単に質問してるだけ。いいよ、もうその質問がうざいから。論点ずらしてないでしょ、俺。うん、俺が言ってんのは文句があるなら見なきゃいいんじゃないのしか言ってないから。うん、ね、口だけだ。口だけのやつほんと嫌いなんだよね。これ格闘技じゃないよ。いや文句があるでしょ。なんかぐだりそうだからなんか対策考えてんのっていうのは文句にしか聞こえないんだけど。それ文句って言うんだけど、バカなの君。思いっきりケチつけてるけど。膝穴開いてるよ。あ、ブロックするかどうかの明確な基準は俺設けてるんで、人格否定はしてないんでこの人は。うん、あくまで意見の範囲内だと思ってるんで、まだブロックするほどではないかなとは思ってる。これで人格否定までしたらブロックですね。こいつやっぱりバカだなとか、話になんねえわとか言い出したらブロック。うん、まあ、一応意見じゃない？これは。うん、膝にもワッペン、膝にはワッペンしないかな。
今んとこケツのケツにワッペン縫い込んでるけど、裁縫最近ハマってるんですよ。裁縫好きですね、楽しい。そうだね、ブロックするかしないか俺の自由だね、俺の枠だからね。だから自由に意見は言っていいと思うよ、リスナーは別に。ただまあ、なんつうんだろう、俺は違うと思ったことは違うって同じく言うし、リスナーも何でも言っていい環境なわけだから、俺も何でも言っていいと思うよ。真剣勝負と言いつつ本番近づいてきたら顔白塗りのバカトンスタイルでやるとかワンチャンありますね。どうなんだろうな、それはまあ面白い、配信者として一流かもしれないけど、俺は結構カエルさん楽しみしかないけどな、これ結構楽しみですね。今回の企画はいい企画だと思ってます。僕も便所太郎さんに感謝してますね。ミキティチルダさん、さすが和道さん、 W ブロックするのに基準設けてるんだ、抜かりない W、 そういうとこ好きです、ありがとうございます。バレーニョアットマークロビン軍団有害物質さん、こういう時ミシンあると便利ですよね。ミシン欲しいね。でも手縫いも楽しいよ、なんかこう一個一個一針一針をさ、こう自分で縫っていくから手間はかかるけど、なんかこう愛情がこもってるっていうか。ようさん、わみちさんってテルチャンピンと戦うんでしたっけ。そうだよ、俺テルチャンピン、俺の対戦相手は。手縫いも好きですね。肉肉69さん、ある程度技術がないとガチの戦いって難しいと思うんすよ、だからネタに逃げる配信者もいるんだろうなぁと。ていうかさ、肉肉さ、俺の枠見たことないでしょ、そもそも俺の練習とか見てないわけじゃん。バレーニョアットマーク、正直見た。有害物質さん、手間はかかるけど愛着が有く。俺もう5日トレーニングしてるんだけど、そのさん応援してます、そのトレーニング内容見た見てない、どっち、ね、俺多分見てないと思うの。見た、肉肉69さん、見た見ててさ、あのちゃんと真剣に練習してるのを見ててよくそれを言えるよね。俺本気で練習してんだよ。本気で練習してる相手に対してさ、よくさグダルとか言えるよね。それバカにしてるとしか思えないよ。正直その態度に頭くる。別に見なきゃいいじゃん。じゃあ企画も見なきゃいいじゃん。俺は真剣にやってるやつが好きだから。肉肉69さん、あんなんトレーニングになってないよ W、 でも配信者の中では一番真面目にやってるけどな W。 だからだったら見に来なくていいよ。そうですね、あんなんトレーニングになってないって言うんだったらさ、別にお前がさトレーニングやってる YouTube でも見ればいいじゃん。別にお前のためにやってるわけじゃなくて俺のためにやってんだよ。ユーザーさん、ネットで言うところで言う、ちょっとロムってから発言しろってことだね。特にネガティブに受け取られやすいコメントはね。ネガティブにっていうかさ、なんつーの、人の練習にケチつける前に自分の人生どうにかしろよ。俺別にお前の人生に興味ないけど、お前にとやかく言われる生き方してねえわ。俺が言いたいのはそこね。カエルさん、いちいちケチつける理由がわからない。ただで見てるくせして人のケチつけるってどういう根性だよっていう。肉肉69さん、自分の人生はちゃんとやれてるわ W。 いや、自分の人生ちゃれっとやれてるかどうかじゃなくて、人の人生に対してケチをつけるなっつってんの。ごめん W。 ここまで言うのは当日見に来る、知らない、まあ、当日見に来るとしても俺には関係ないからね。気をつけましょう、意見でも。 KS さん、自分でやってるんだからよくね、わら。だってもしトレーニングの方、会員制の配信でもすればいいじゃん W。 あの俺が勝つか負けるかだから、人の人生にケチつけるのよくないでしょ。
じゃあ俺の人生に対して責任を負えるのかっつったらさ、負えないわけじゃん。俺の人生の責任取れるのは俺だけだし、まあ100歩譲っても俺に支援してくれてる人だけだと思うよ。俺に対等に意見言える人は。何をそんな偉そうにさ、人に言う権利があると思ってんの、こいつは。どのポジション、どの目線から俺に対して文句言ってんのか全然わかんねえわ。礼儀のなってないやつ嫌いなんだよね。仕事サボちゃんさん、ハートをプレゼントしました。ハートありがとう、サボちゃん、いつもありがとう。さん、いや、コメするのは自由なんで W。 いや、コメントは自由だよ、別に。だから否定してないって、そこは。そこは否定してないじゃん。アットマークプロデューサーさん、会員制の配信でうまくやっていく方法を知ってるなら教えてほしいわ。ハートプレゼントありがとう。いや、NG はだからしない。なんでかっつうと、こいつは俺の人格否定してるわけじゃないから。プレゼントしました。意見を言ってるの。仕事サボちゃんさん、だから意見の違いっていうのを俺は受け入れるから。ナシ君さんも NG に入れる。その代わり俺も言いたいこと言うから。仕事サボちゃんさん、ハートをプレゼントしました。こいつはルール守ってるから。自分の意見言ってるから。ただ生き方としてはないなって言ってるだけであって、俺は。こいつの生き方クソだせえって言ってんの。人の人生。さん、配信会の神様、肉肉69わら。人の興行にケツつけるなら自分で興行やれよって思わない。みんなどう思う？ボブさん、チャンネル持ってなかったか。メロンさん、生き方ダサいよね。生き方ダサいでしょ。あの一流の人間は人のさ人生とかにケチつける余裕なんかねえから、自分のことで精一杯だよみんな。そう、よりいいものを作ろうとする姿勢がない。ターチさん、文句言うだけで行動しないやつな。そう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 、な、口先だけのやつ嫌いだっつうこと、そういうこと、そういうことです。あるさん、人が頑張ってることにケチつけるのは間違ってるかな。いや、間違ってるとまでは言わないけど、モンさん、こんばんは。こんばんは。別にいいんだけど、そういう人間は一定数いるから。長野の金はもらうんだろ。ただ俺は金はもらう、金はもらうって何。何金って。何の話だ。まあ俺は人が頑張ってるのを否定する人間にはなりたくないと思うね。それがネットだからね。まあね。肉肉69さん、努力よりも結果が大事だって考えをどう思いますか。結果大事だと思うよ。結果大事だと思うよ。バレーニョアットマークロビン軍団有害物質さん、始まる前の企画にぐだるとかぐだらないなんて正直誰もわからないよ。肉肉69さんだよね。結果は大事だよ。結果出していかないと。そこは全然否定してないよ。でも君が一つ勘違いしてることがあるんだよ、肉肉くん。俺は選手なんだよ、プロモーターじゃないんだよ、わかる？で、俺当日この放送で試合内容も、放送しないの。そこに対して言うのは、便所太郎さんに対して言うべきじゃないってずっと言ってるじゃん。プロモーターじゃないよって。なんで俺にケチつけんの？だからうざいっつってんの。興行の良し悪しは俺の成果じゃないの。俺は勝つか負けるかの選手なの。カエルさん、確かに。だから君がお門違いなところに意見言ってんの。
七志くんさん、結果は二の次頑張る過程が一番大事、頑張れなければ結果は出ない。俺はね、頑張るのは最低限だと思ってるね。了解、相手してくれてサンクス。いや、いいよ、うん、でもその最後のコメントは大事だと思うよ。感謝リスペクトがあるっていうのは、ブロックしなくてよかったよ。まあ、練習内容にケチつけられてもね、俺にはお金がない、ジム行くお金がない、トレーナーもつけたいけれどもつけられない、だったら走って、格闘技の経験もないけど動画見てシャドウするしかないんですよ。できることを頑張るしかないの。みんないろいろあるよ、トレーナーつけろとか。ロビン分断有害物質さん、結果出すために便所さんはミーティング何回もしてるし、してる。選手も各々トレーニング積んで必死になってるも事実だよ。そう、みんなね、知ったかぶってサンドバッグけろ、トレーナーつけろとか好きかって言うよ。だけどみんなできることの中で頑張ってるの。カズヤさん、練習してる子見ましたけど身長高そうですね。お、身長170ぐらいですね。僕はタバコ吸いますね。タバコは絶対やめないです。それ、ずっと言ってます。愛煙家なんで。それはポリシーです。タバコやめるぐらいだったら、タバコやめないと出れない試合だったら出ないっす。メロンさん、必死に練習してるのにね、グダグダなるってのは失礼かなって思った。グダグダになるっていうのは失礼でしょ。だったら自分で好き勝手やりなよっていう、グダグダにならないやつを勝手にやればいいじゃん。サトルアットマークプロデューサーさん、素人が真剣に殴り合うリングに上がる勇気だけでも敬服するわ。超怖えよ。マジ相手さ、7個下だよ。モブさん、300円くらいで行けるし、 A のジム行けば。あ、いや、ジムは無料であるんですよ。グラップラー派読み直せば勝てるよ。マキは読んでる読んでる、うん、初めの一歩のアニメ版も見てる、うん、あと好きな選手の試合とかも見たり、イメージトレーニングやってるよ。七志くんさん、相手は素人。相手素人ですよ。素人の殴り合いの企画なんで。あとね、よく言われるんだけど、これも言いたいことがあるんで言いますね。俺の方が強えよとか、お前弱とか雑魚とか言う人います、リスナーさんで。ね、DM とか Twitter でもコメントでも来ます。ヘタレとかいろいろ来ます。ね、だったら自分でリング出てください。ベンゾ太郎さんに DM を送ってみ。相手にされないから。うん、まずね、今回のは強いかどうかを決める企画の以前に、まず興行として成り立つ配信者じゃないと選ばれません。で、強いとか弱いとかの前に、君の知名度はどうなのっていう話なのよね。で、別に俺の方が強えとか言ってる人は勝手にトレーニングしてください。勝手にストリートで喧嘩してください。僕はそういうためにやってるんじゃないんですよ。うん。便所太郎さんの企画を盛り上げたい一心で。で、自分のね、配信者としての評価を上げたいとかありますよ。有名になりたいとか、もっとリスナーさん欲しいとか、これで稼ぎたいと。そのために、これで頑張ったら認めてくれる人がいると思ってるから努力してるんです。最強なんで目指してません。僕は素人でもやればできるんだっていうところを見せて、試合で勝って、それで再評価を得たいだけです、僕は。戦ってる土台が違うんです。だから勝手に、俺の方が強い君は勝手に喧嘩でも何でもしてください。うん、極真大会でもプロボクサーにでもなってください。知りません、僕には。うん。モブさん、要するに俺は知名度あるんだ、アピカ。いや、知名度ない、出れないでしょ。相手にされないでしょ。うん。どれ深夜食堂からいらっしゃい。どれ深夜食堂さん、偶正論。正論でしょ、うん、知らないよ。セシボンさん、やーやー。はるかさん、一。パレーニョ、アットマークロビン軍団有害物質さん、今回はツイキャストふわっちで最近頭角を現してきてる人集めたって便所さんも言ってたしね。うん。だ、工業としてやんのよ。知らない人が殴り合ってても面白くないでしょ、うん、で、本当に俺杖やりたいんだったら格闘技の世界行けばいいじゃんっていう。こんにちは。こんにちは。そう、あくまでイベントなんだよ。素人を殴り合わせるから面白いっていう企画なの。誰が最強かなんじゃねえんだわ。
肉肉69さんてるチャンピンの首の骨を折ろう。首の骨じゃない、鎖骨を折りたいです。になるといいね、サムズアップ応援してます。ありがとうございます。てるチャンピンの鎖骨を折る気です、僕は。でも昨日テルチャンピンのコメントでやり取りしたんだけどさ、お互い別に嫌いでも因縁も何もないのに殴り合うってなんか気まずいよねっつって二人で笑ってた別に俺ら仲悪いわけでもなければさ、何でもないのになんで俺ら殴り合うんだろうねっつって、パルパルが逃げたせいだよっつって。食堂さん、和道はやめに一緒に練習して鬼門だけ先に覚えちゃおう。やめに、やめに一緒にってなんだろう。早めにか、早めにか。うん、いやでもやっぱ俺ドレさんから言われたこの短期間で技術同士のぶつかり合い無理だから最後はハートだって言われたのは俺は響いてて、後ろ段木持さん頑張ってください、うん、意外と芯がありますね。少し見直したマー君と戦ってほしいな、うん、マー君に関してはいろいろあったんでもうあの関わる気はないです。うん、彼からもう何回裏切られたか分かんないんで、人として嫌いです僕は彼のこと。もう話題出したらブロックしますからね。ブロンソンさんはどつ、はい、はどつ。リオンさん、マー君ってどなた。その名前次出たら NG、 強制的にブロックするから気をつけて。カエルさん、今の和田さんが好きです。ありがとう、ありがとう。モブさん、パルガどしたの。ん、俺は今回の企画出るときにパルパル指名したんだけどパルパルに逃げられたんだよね。あの新宿パルパル襲撃事件の決着つけて欲しかった。いやだから俺パルパル指名したんだよ、プロデューサーさん怪我のリスク、パルパルが逃げたんだよ。翼リングに上がることを決意したと思うわ。いや怖いでしょ、七個下のブリブリのやつと殴り合いだよ、32で。しかも格闘技経験ないんだよ俺。ドドットマールさん、前になんか騒いでた問題の話はどうなった。前に騒いでた、いや特に何も騒いでないんで何のことか分かんないですけど、っていうか毎日騒いでるんであの思い当たることが多すぎる。どの件っていう。基本的に僕は毎日騒いでます。ああでもないこうでもないって。ドドットマールさん、生活保護かどうかてやつ。生活保護かどうか、指名してたの知らないのか。何のことだ。生活保護はもうとっくに抜けてるんで。リオンさん、多分訴訟の件。訴訟の件？いやだからまあ前も話した通り、あの向こうから正式な文書が届いてから不服申し立てをするんで、もう1年2年もう下手したら10年ぐらいかかる裁判の話なんで、うん、まずは向こうから書面が届いてからですね、正式な。アンミさんはどつ？はい、はどつ？アンミ。ポムさん、パルはポンスケ指名してたの知らないのか？まあ、知らないよね。うん、どうでもいいよ。メロンさん、ひろゆきみたいに踏み倒すことは考えてる？踏み倒しはしないです。訴訟を起こします。カルシウムさん、入場曲は浅井さんが歌うの
入場曲は適当に決めます。なんかお金がかかるんで。カエルさんでもあれ変ですよね。チルダどう考えても、まあ、あれはおかしいと思ってるから訴訟を起こすわけですよ。どう考えても変だよね。コドットマールさん負けたらちゃんと払うの？負けたら払うよ。ただ結果出るのほんと5年後とかだと思うよ。最低でも2年はかかると思うよ。払わないって言ってるのと誤解してる人がいるかもしれないけど、払わないって言ってるのは内容に不服があるから払うべきではないっていう判断をしてるから訴訟起こすわけです。ニコ生はやめましたよ僕。ゆうりさん風船10個をプレゼントしました。ゆうりさん風船10個ありがとう。申請、要はあのお金返せっていう、そのお金返すっていうのが項目がおかしいっていうのが俺の言い分だから、あれを認めることになると不正受給を認めることになるから、それはできませんって言ってんの。僕は不正受給なんか一切してない。モブさんなんでやめたの？何を？ニコ生？ニコ生、まあなんでやめた？面白くないからだね。ふわっちの方が面白いから。プッシュボタン気持ちさん、サメちゃんが怒ってたよ。不正受給はしてないよ。モブさんそういうことか。サメ島さんは多分あの俺の話全く理解してない。多分あの俺の前回の放送ちゃんと見てる人だったら、別に和道が不正受給してるとかそういう話じゃないのはよくわかってるから。ちゃんと放送見てないだけだと思うよ。ただツイッターの内容に関してとやかく言ってるだけであって、話の内容自体を理解してない彼は。バレーニョアットマークロビン軍団有害物質さんてか、生活が困ってる人に対して命を守るための生活保護なのに、収入が安定してきたら今までのお金返してねって、それじゃあ生活保護という名の闇金と同じよね。カエルさん水にゃんも分かってなかった。水にゃんも分かってなかったね。いやあの全然その多く受け取った分は返すって言ってて、俺は内訳の60万に対して不服があるのね。で、60万のうちから、なんつうんだろう、経費を抜いた分にしてくれて、ちゃんと計算してくれるんだったら払うよって言ってるから。なんか、
そもそもが俺、全額払わないバックレるっていう話だと思い込んでる人が多すぎるんだよね。生活保護でじゃあ自営業認めねえのかよっていうところに怒ってんのよ。そんなの職業選択の自由のね、憲法違反だよって言ってんの。別にバーで働いメてロるンさ人。ん生活保護を借金制にするのは数道的にあり。借金制っていうのがよくわかんないかな。憲法違反だと思うよ、そんなことしたら。だったら税金なんで取ってるんだって話になるじゃん。日本国民として、その権利を保障してるから日本国民としての税金を払ってるわけじゃん。国とね、国民の約束違いでしょ、それは。だからね、税金に関してよくわかってない人が多メすロぎンなんさだん、よゴね。マ抜けたらお金を返してねっていう風にする。いや、それは憲法違反でしょ。だったら税金なんて取るなって話だから。だから、生活保護制度をよく分かってない人が多すぎるんだよ。生活保護っていう制度が何なのかを理解してないからそういう発言になるの。だから憲法とか法律とか税金とは何なのかとか分かってないの。何回も説明してんだけどね。お金って国家は使わないといけない立場なのね。再分配をするのが国家の役割なんだよ。でも一般的な人の感覚だとお金って使えば使うほど個人で減るものだと思ってるでしょ？ボドットマールさん、そら、生活保護なんか受けるやつ、そうそうおらんわ。いや、そういう話じゃなくてさ、生活保護、ちなみに世帯数だけで200万人いるからね。200万世帯あるからね。日本だけで。世帯数ね。家の数ね。お金って使メえロばン使さうん、ほだどか増えあるれ。んだよ。モブさん、要するにある程度収入あるのに、保護を受けてたから返せって話か。全然違う。全然違う。全然違う。だからそうだと思い込んでるから叩きツイートボがドッ多トいんだマよ。ールさんだから全知然らんやつ話が。のが多いやろって話な。あ、まあ、それはしょうがないよね。それはしょうがないけど、知らないんだったら質問しろよというのが俺の立場かな。知らないから叩くっていう構造が日本人がアホすぎる。13保護費13万だとして、20万稼いだらなんやかんやで10万くらいは返金しなきゃダメだよね。それをもっと少なくしろってこと。全然違う。リラ全ち然ゃん違う。マンさ肉ん、マ肉スコさん。ミが騒ぐから、それに乗っかってる人が大半だからそうね。そうそうそう。そう。要は知ったかぶってるだけなんだよ。何にも分かってない、今回の件に関しては。全然違う。だからみんな思い込みで叩いてるだけなの。だから俺の話ちゃんと聞くと、和道悪くないじゃんってみんな言うの。あれは役所の対応おかしいってみんな言ってくれたもん。ちゃんと聞いてくれた人は。でもね、みんなね、途中で飽きてね、放送見なくなっちゃうから、もうめんどくさいから、説明するのもだるいんだよね。リラちゃんマンさんをテレビ様に洗脳されちゃうの、多くの人は。まあ、しょうがないよね。愚民だよ、愚民。メロンさん、返金を義務付けたら生活保護叩きはなくなると思う。だって、それってさ、生活保護の制度じゃなくて、返金制っていうか だから、法律、憲法を理解してないんだって。じゃあ何のために税金払ってんのかって、要は払うことに対して疑問がないわけよ。もう、搾取されることにさ、当たり前だからっていう感覚になっちゃってんのよ。違くプッシュて。ボタン、キモティさん、受給前にペースワーカーと話して今の問題に至るの。そうだよ。今3夜年の間太話し陽合ったさん、案一件。時期はどうは詐欺師って言いふらしてたやつがいたからじゃいか。まあ、そうだろうね。で、だから、要はね、俺の配信で先にバカ復に讐っ受けてが来た悪らいんです返よ。金しなきゃダメだなら保護じゃなくなるわ W。返金しなきゃダメだ。そうそう。っていうよりも、あ、じゃあいや、枠で説明してあげようか。税金とは何なのか、憲法とは何なのかって、もう一回やる？聞きたい？人間の卵さんはどつ、憲法が上位概念ってのが理解されそう。てないんだろうな。俺がもう一回説明するけど、聞く？ちゃんと聞きたいっていう人何人ぐらいいる？この中で。わ、影さんさん、人の生活がそこまで気になる意味が私はわかりませぬ。ふふ。
聞きたい人いますか？説明しようか、じゃあもう一回。聞きたいんだったら。メロンさんタダでもらっちゃうと叩かれちゃう。違うんだって。カエルさんの。聞きたい？じゃあちょっと待って。ちょっと待ってね。今裁縫をやめるから。ちょっと待ってね。なかなか。福岡の太陽さん、日本人だけだね。他人の生活ばかり気にしてるのは。ゆうりさん、はい。聞きたい？俺が言ってることって、なんつんだろうな。ミラちゃん、マンさん、低所得者層に投資するのが一番経済が活気づく。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。お父さんって言うか、腕不定ワット。腕？ 1 ヶ月間鍛えたらこうなりました。はい。じゃあやろうか。リプトン、キジマさん、スターウォーズが好きなんですか？スターウォーズ？スターウォーズ見たことないですね。これは、スターツアーズって言ってディズニーランドのアトラクションですね。じゃあやりましょうか。じゃあ一回タイトル変えるために枠閉じます。お疲れ様。次役見に来てください。生活保護について語ります。オツです。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。